だけを障害児と言うてるんです。だけど実際は健康になった一個も全部障害で誕生してるんです。その障害を持って障害児で誕生してる。それが証拠に介護されて大きくなる。そしてだんだん障害から健康な子っていうのは遠いところへ向かってこう成長していくんです。でもね、必ずピークが来ます。例えば身体的なものもちょっと前までは20歳とか25歳ぐらい、この頃長寿社会になったから身体的な成長っていうのは30とか35ぐらいまで伸びていってるんだよね。でそっから今度また障害に向かっていくんです。だからどんな健康で健常な体だというふうに思っていても必ずある一定の時からは今度は障害に向かっていくんです。これが人生なんです。でどん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 障害に近づいていきます。でそんで最後に重複障害で最後の障害が来て人生が終わるんですね。だから最後は全員重複障害で死んでいくんです。で生まれてくる時に障害児で生まれて死んでいく時は障害者で死んでいくんです。でこれはねその動物なんで、まあ障害児で誕生したのは分かるけど障害者で死んでいくっていうことに関してはまあ、ピンピンコロリとかなんとか言っていろんなこと言うのは勝手やけどそんなうまいことはいかへんぞと。そので行くん で他の動物もそうやないですかっていう人がいるんですが違うのは、ね、こういうことなんです。人という種類だけがね自分で自分の命の始末ができないんです。あのね自殺してもそこらで死んと始末はできない。要は鳥がいっぱい飛んでるけど鳥って死ぬ時バタバタバタその辺に落ちとらないよね。事故はありますよ。あの渡り鳥やらが灯台にぶつかって死ぬとかってこれ事故はあるけれど普通自分の命っていうのは絶対自分で始末しとるんですよ。だから人の目に触れるところで死んでない。猫もそうでしょ。あれね猫って面白い。飼い猫でも絶対最後は飼い主の方元で死んどるんです。絶対どっか死にに行く。犬はだらしない。犬はその子たちの下で死んでたから。あもうね、犬はかんな。人間についてダメなのは犬。だけど人はもっとあかん。そのだって私は迷惑かけたことで、あんたの僕の母親にお前にだけは迷惑をかけたくないけど、私はいつ死んでもいい。弟がいやいやそんなん言うてるけどお母さんに新聞を見て渡っとったでとか言っていつ死んでもええなそうや赤信号で飛ばっとったみたいなで薬飲んどるで要はね自分で自分の始末はできない人っていうのはだから最後は他の動物とは違ういわゆる障害を重ねて消えてる人にだから人っていう字になってるんだね。支えを持てるんだね。だからこれで人って言われる。これは一致で僕なんかはもうこれにカーって人々っていう字いっぱい支えて持ってきてるって思ってるんですけど、まあ、そういう形ですよね。でこれがその人生の中で障害を持って誕生して障害を持って死んでいくってことのこれが理論です。理論です。これをちゃんと法律化すればいいんです。でところが法律を作るとき、その町を作るときなんかは結構障害から遠い状態のときに法律を決めるからものすごく使いにくい。障害を持った人にとっては、そのあんなもうやっとなくなったけど、横断歩道橋というのはやたらあった時代があるよね。あれはもうね日本の最悪の建造物だとずっと思ってて、あれね昔建設省言うたんですよ。あの国土交通省建設省がなくなるときに名称が変わる前に日本の最悪の建造物ってことを建設省が認めようとかね。あれだってね年いった人車椅子の人はまず渡れない。年寄りは登れね。で若い子は下走っとる。その誰も一日誰も使ってない横断歩道なんていっぱいあった。あれは町作る時の基準が間違ってる。あれはね車時代になんないから人はフラットに歩いて車がアップダウンすればいいんですよ。
こうやって街を作っていけばいいのに、その車が優秀だと思ってるから、人が要は障害を持ってるということから遠い人が考えたらあんなものになってしまうんですね。で今の新幹線でもそうですよ。あのね、電動の車椅子はね、外国製の電動の車椅子は今の新幹線のドアくぐれませんからね。すみません、あれ全部作り替えるの。そのもう本当にだから、まあ、そういうことを考えた時にも全部実は障害児で生まれて障害で死んでいくんだってことが分かって いながら、そこから遠い障害から遠い位置にいる人が実験を持って物事を決めていくから、結局使い物ならものを作ってしまう。だからユニバーサルデザインって考え方はやっぱりあれは人間が障害者で生まれて障害者で死んでいくってことが分かった人が考えたデザイン。だからそれをこれからはちゃんと日本もユニバーサルデザインをちゃんと使っていかない、普遍的なデザインですね、そういうものをやる、まあ、こういうことだと思います。だからパラリンピックがオリンピックですよという考え方でいいんだと。今話題変わりますけど、その自然現象が中途半端じゃなくて、なんか、ものすごいのが起きてね、なんかとっても人間社会から見て自然がどうのこうのって発想しますけど、なんか自然から見たらいやいやそうじゃなくて人間社会が変わったんだろうっていう、そういう、まあ声は出しませんけど、そんな感じがするんですけど、先代はその今のこれはどういうふうにすればもっとこう和らぐと思いますかね、その自然の。でも自然は別に困ってないでしょ。だ今私は今人間が困ってるだけでしょ。だから人間がどうすればいいか。いやだから人間が困ってるってことは人間にとって都合がいいか悪いかを人間が考えるべきで、やっぱりねここのところでね、人間が考える時の、ね、スタートが間違ってる人が多い。何かというとね、自然がかわいそうとかね、自然は関係なく地球は回ってますよ、どんななったって。でこんだけ二酸化炭素 CO2 が排出されたら500年後は人間が全部死んでしまって森林のいっぱいある地球になるじゃない、緑多い地球になると思う。そんだけのことで、ただ今そこへ行くまでの間その人間が困ってるわけ。だから人間が困ってるんやから、人間の問題をやっぱり解決するように考える。でこれは僕の、まあ、今度喋ってもいいけど、そのエネルギー論ですよね。その人が爆発的に増えて